はい、今日のソーシャル3分クッキングは自分の投稿を客観的に見るです。書き込みのやり方、まあ内容なんですが、皆さんですね、よくあるのが自分の商品を買って買って買って、来て来て来てというのを買ってですね、見る人にドン引きされるというパターンが非常に、実際ツイッターの中でもですね、まあ、Facebook の中でも多いです。でですね、皆さん当然自分が見た時にそういうですね、商売系丸出しの投稿というのはですね、自分が見ると嫌なんですけど、ね、自分客観的に見れなくてですね、そういったことを書いて、まあ、ドン引きされてですね、なかなか有効な運用につながらないという事例がですね、かなり、Twitter 等を見ていても多いと思います。簡単です。要するにこれを投稿した時に自分の書き込みを見てほしいお客様ですねが見てですね、実際にその書き込みをしていいと思うのか、うわ業者うざっと思うのかですね、それをですね、投稿の内容を考えて、でお客様を想定して実際にですね、どう思われるかというのを客観的に見ると、そんな無茶な投稿はしないようになりますし、その売り込みとかサービスとかっていうのもいかにどうやって関心を持ってですね、面白いとかをいいねって思われる投稿を書くかという視点がついてくると思います。ですのでぜひですね、自分の投稿を入れた後にですね、まず、客観的にその投稿がどう思われるかということを考える視点をですね、常に持つと大きく投稿の質がですね、変わると思います。ぜひチャレンジしてくださいね。ということで、また明日お会いしましょう。では、あ、こっち？あ、飛んだ。